皆さんこんにちは。一宮市イタリア出身国際交流員アレッシオ・ミニアでございます。よろしくお願いします。ということで本日は教えて国際交流員のスペシャルを皆さんにお届けしてまいりたいと思います。皆さんもう夏ということでものすごく暑くなってると思いますが、お体にくれぐれも気をつけてお過ごしくださいね。では早速本日のテーマをご紹介していきたいと思います。イタリアの夏休みといえば皆さんは何を想像されますのでしょうか。私はパッと思い浮かぶのが真っ白な砂浜、または透明な海沿いのこじゃれたレストランでくつろぐことや、観光にぴったりな中世風の街をうろうろした後、暑さを避けて風通しの良いところで美味しいジェラートを食べるなどなどが挙げられると思いますね。要するに夏休み期間中にできる活動の幅がすこぶる広いわけですね。本日はイタリア人にとってある真夏の日についてご紹介していきたいと思います。皆さんフェラゴストって聞いたことがありますのでしょうか。それは8月15日にイタリア全土で祝われる祝日でございます。フェラゴストという謎の名前ですけれども、どこから来たのでしょうか。実はその由来がラテン語にございます。イタリア文化理解セミナーイタラゴストで生まれたのという動画でお話をさせていただきたいように、昔々ローマ帝国時代にアウグストゥス帝の下で文字の世界が黄金期を迎えて、前よりいろいろ新しくなったり変わったりしてたというわけでございます。その中でアウグストゥス帝によって初めてフェラゴストが導入されました。フェラゴストというのはフェリエ・アウグスティという言葉を省略して、その意味はアウグストスの休息になって、既存の他の祭典に合わせて昔は長々と続いた収穫や大変な農業労働の終わりを祝うための祝日として導入されたわけでございます。重労働の後、国民の皆さんが特に疲れていたので、休日の必要性があったことで、8月に祭りとしてフェラゴストが初めて生まれました。現代に至るまでフェラゴストの過ごし方には大きな変化があって、もともと8月1日だった正式な日は、宗教関係で8月15日に変更されたというのがその一つでございます。またこれは地域や習慣によって異なったりはしますが、1日だけではなくいろいろな会社などは大型連休ということもあります。イタリア人に聞いてみればフェラゴストイコール旅行ですね。ということでイタリア人は8月15日になるとどこかへ旅行することが多いです。例えば家族や親戚が集まって皆さんで海に行ったり、バーベキューを楽しんだり、海外旅行に行ったりすることも多いです。イタリア人の皆さんが知っている伝統的なフェラゴストの過ごし方ですが、1940年代にまたがって当時団体旅行に出かけることが習慣となりました。全国の都市を訪問したり海に行ったりして、あくまでもイタリアの美しい座を楽しませることが当時の政権の目的でした。私は幼少期からイタリアに住んでいた時にほぼ毎年8月中にはアルプス山脈の裾野に位置する小さい町、木造の橋という意味のポンテ・リ・レーニと呼ばれている場所に、故郷の暑さから逃げ出して涼しい場所を求めて横家族みんなで行きました。その時に町から30分ほど離れた山小屋までハイキングしたりバーベキューをしたりしていました。画像からご覧いただいているように自然あふれる素敵な場所ですね。皆さんコロナも落ち着いたらぜひ行ってみてはいかがでしょうか。はい、ということで本日は本格的なイタリアの夏休みについて少し話をさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。アリベデルチー。